クスベルデホは、プエルトリコのプロボクサー。サンフアン出身。ボブ・アラムのトップランク所属。素晴らしい成績から次世代のスター候補として語られることもある。2010年4月、相場世界ユース選手権にバンタム級で出場し、1回戦で中澤進に勝利するも、2回戦でロシア人選手に敗退。2012年ロンドンオリンピックにライト級で出場した。 一回戦を苦戦しながら11から9の判定勝ちを収め突破した。二回戦は16から7の判定勝ちを収めたが、準々決勝でワシル・ロマチェンコに9から14の判定負けを喫し敗退、ベスト8の成績を残した。2012年10月、トップランクと契約指導者の所属選手となり、プロに転向した。2012年12月6日、 ラスベガスのミラージュ内、ザ・シークレット・ガーデンで、プロデビュー。2015年4月25日、グアイナボーのコリセオ・マリオ・モラレスで、マルコ・アントニオ・ロペスト・ WBO、ラテン・アメリカ・ライト級王座決定戦を行い、5回1分45秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2015年6月13日、 マディソンスクエアガーデンシアターで、ニコラス・ウォータース VS ・ミゲール・マリアがの前座で、イヴァン・ナジェラと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2015年12月11日、ロベルト・クレメンテ・コロシアムで、ホセ・ニルソン・ドス・サントスと対戦し、2回2分26秒小勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2016年2月27日、 マディソンスクエアガーデンシアターでテレンス・クロフォード VS ヘンリー・ランディの前座でウィリアム・シルバと対戦し10回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した2016年4月16日ロベルト・クレメンテ・コロシアムでホセルイス・マルチネスと対戦し10回3から0の判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した2016年6月11日 マディソンスクエアガーデンシアターで、ローマン・マルチネス VS ワシル・ロマチェンコの前座で、フ安ン・ホセ・マルチネスと対戦し、5回2分40秒を、TKO 価値を収め5度目の防衛に成功した。2016年8月7日、バイクを運転中に転倒し負傷した。2017年2月3日、ロベルト・クレメンテ・コロシアムで、オリバー・フローレスと対戦し、10回3から0の、 判定勝ちを収め6度目の防衛に成功した。2017年6月10日、試合予定だったが足を負傷して欠場した。2017年9月22日、アントニオロザだと試合が決定していたが、風呂場で転倒して手首を負傷して欠場。欠場が続き試合を行わなかったため、WBO はベルデフォーのライト級指名挑戦権を剥奪した。 2018年3月18日、マディソンスクエアガーデンシアターで、アントニオ・ロサダ・ジュニアと対戦し、プロ初黒星となる10回2分37秒を、TKO 負けを喫した。2019年11月12日、トレーナーを、これまでのリッキー・マルケスから、イスマイル・サラスに変更したことを発表した。2020年12月12日、 米ラスベガスの MGM グランドナイザ・バブルで、元ペブフライト級王者の中谷正義と WBO インターコンチネンタルライト級王座決定戦を行い、1回と4回に、計2度のダウンを奪うも、9回1分45秒で、逆転 TKO 負けを喫した。2021年5月3日、殺人容疑により、 プエルトリコのサンファンで逮捕された。連邦捜査局の訴状によると被害者は、ベルデホの子供を妊娠した不倫相手で、ベルデホから忠実するよう言われていたとされており、4月29日に呼び出して顔を殴り、薬物を注射して意識を失わせ、共犯者と共に手足をワイヤーでブロックに縛り付け、サンファンのラグーンに車で運び橋から投げ捨てた後、 水中に沈んでいく被害者を銃で撃ったとされている。5月1日に遺体が発見されたが、死科記録によってしか、本人の確認が取れないほど顔の変形が、激しかったという。車の盗難による死亡、誘拐による死亡、退治の殺害、暴力犯罪に関連しての銃の使用を及び傾向で、起訴され最高で死刑の可能性があるが無罪を、主張している。ありがとうございます。